かえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさい。よし、ありがとう、戻ってきてくれて。ではちょっとタイムスケジュールを作っていきたいと思います。とりあえず7時半は確定で OK。 こんばんは。で、次明日は配信できます。全然明日はもう時間をかけてできるけど、そうですね、30分、まあ7時半、7時から7時半で大丈夫ですよね。次って12時とか12時とか見やすいかな。やっぱ12時半こんばんは。え、なになにこの6って、もしかしてあれですか、カウントしてくれてるのかな。カウント、なんかカウント失敗ですかこれカウント失敗、そういうことじゃない。お昼の休憩時間カウント失敗もしかして。まあそういうこともあるんですよね、カウントって。時間適当に時間決めてみたら。分かった。え、じゃあ全部30分きっかりで。大丈夫？全部30分ぴったりで
OK？ OK ですか？こんばんは、こんばんは。あー、時間の間隔を空けすぎてもダメっていうことなこととか。なるほどね。じゃあ次は10時半ぐらいにしたらいいっていうことですよね。次はじゃあ10時半。10時半。でもこのさ、これがちょっと疑問なんですけど、10時半ぴったりにこのするっていうのは別に時間がすごい空いてるから別にいいっていうことですよね。今日本語喋ってた？感覚が空いてるからぴったりに始めても大丈夫ですよね。オッケー、じゃあ10時半。10時30分。で、例えばこれ次の今10時半から11時なんですけど、2回目がで、3回目が12時からにするってなったら12時1分からにしたらいいっていうことですか？そういうことですか？どうですか？そういうことでしょうか？そういうことでしょうか？
次は、違うよね、きっと違うんだよ。合ってるか。あ、合ってないかも。あ、とりあえずちょっと決めます。とりあえず決めよう。次は13時ぐらい？ちょっと皆さんの参考にしてもいいですか？皆さん、次13時12。7、10、13、16、19、22。もったいない。何が もったいないんだろう。これ12時から13時の間に30分配信した方がいいと思う。じゃあさ、12時からやるってなったら、12時、あ、でも すみません、ちょっと時間をどういう感じで決めたらいいか。明日は一日どうしたらいいでしょうか。鈴木さんオーバーしてしまいました。24時まで配信はちょっ明日はちょっとしないかもしれないんで、明日は1日できるから24時までは配信しないから、ちょっとそれで教えてもらいたい。最後何時まで、
3時間最後の配信をじゃあ22時にしたら22時でってしたらどうなりますか。オーバー19時、19時半、12時、8時、7時半、9時半、どうしたらいいの？どうしたらいいんですか？どうしたらいいでしょうか。私はダメなんですか。最終は24時にするべき、24時にするべき、最終24時って最後24時に終わるってことですよね。そこで3時間、じゃあ最後最終が24時っていう感じで、そこまで3時間は開始が開かないように、そこまで待って、ありがとう。7時10時21、待って、ありがとう。ちょっとこれこれ参考にしてもいいですか。7時、10時、12時、21時、22時10分、23時20分。
これこれでも最後のさ、22時10分から23次23時20分だから星投げ2周みたいな感じになるっていうことですよね、これって。22時10分ちょっとそれでいきます。ちょっととりあえずちょっと一回書いてもいいですか？ちょっと参考にさせてもらうね。ありがとう、教えてくれて。30分で最後3周できないってことよね。明日はこれでいきます。ありがとう。ちょっとこれ8区、だからこういう場合は30分間でいいってことなんですよね。神の味噌汁さん、はじめまして。はじめまして、ありがとう。欲しい。わあ、もう本当にありがとう。
さあ明日は7時、10時、12時、21、22時、10分、23時、20分この6回で空いてるところ無駄です。空いてるところ。ああそういうことか。じゃあ10時やめます。10時やめて15時ぐらいに入れたらいいですか。15時。あ、難しい。うーん、夜にその昼間ちょっと意見が割れてますね。この昼間はあんまり多分人が少ないかもしれないっていうことで昼間はやらなくていいんじゃないかっていうことですよね。昼間その夕方とかその時間をとりあえずちょっと開けてこの夜に やるっていう。だけどその空いてる時間がもったいないという意見もあるっていうことですよね。意見が割れております。どうする。どうするどうするどうする。難しいですね。やっぱいろんなやっぱね、そう、スケジュールの方いますし、それぞれ時間の時間もね、いつ何してるとか違うからさ。じゃあさっきの10時、どうしますか。どうしますか。どうしよう。どうしたらいいんですかね。どうしたらいいんだろう。ちょっとわからない。わからない。
ちなみにさっき決めた7時10時12時21時22時23時さっきあの決めてもらったやつ、それであのそれでも大丈夫です、大丈夫なですか。大丈夫であればもうちょっととりあえずそれで行ってみたいです。明日それでやってみたら、行ってみる、行ってみようじゃ、行ってみます、行ってみましょう。じゃあこれで、じゃあ明日は7時10時12時21時22時10分23時20分の全部30分間、全部30分間では、あそう全部30分間全部30分間合計3時間6回これで明日は行かせていただきます。すいません、お願いします。ちょっとこれちゃんと紙に書いてツイッターに、あでもそっか今日12時までやるから、おお、めっちゃ大変だ。難しいね、タイムテーブルって。なんか何を優先したらいいのか分かんない。ちょっととりあえず明日はこれで行こうと思うんですけど、やっぱ優先で、いやありがとうございますでもあの私優先というよりかはやっぱ皆さんの、やっぱ私もやっぱりこのイベントで5位以内に入って頑張りたいし、多分皆さんもそう思ってくれてるから、いや皆さんの気持ちもすごいわかるんですよ。あのやっぱり頑張ってもらいたいからっていう、皆さんがもう一緒に頑張ってくれてるから、だからそういうやっぱ頑張っ一緒に頑張ろうっていう、頑張ってもらいたいからっていう気持ちでやっぱいてくれてると思うから、やっぱりね、私優先とかばっかりではやっぱダメだから、
難しいですね。でも決めるの、難しい。なんか分からないですね。なんかやっぱ自分もやっぱファンの皆さんの気持ちも大切だし、まあでも正直あれですね、やっぱこうなってしまうのやっぱにね、みんな同じ意見にはなかなかならないですね。これはちょっとやっぱり難しいところですね。とりあえずファンのスケジュールが一番大事だからそこ優先。ああ、ありがとうございます。来れる時間に来れればいい、それを優先。なんかその感覚っていうのは何なんですか、その感覚っていうのは何なの、その配信時間の3時間間隔でした方がいいとか、その感覚って何なんですか。あ、 SMS 認証、あれな、マークのやつですよね、それ。電話番号の3時間かけるのは3週のため。ちょっと書いとこう、調べます。SMS 認証、ショールーム画面左上、なんか3本線みたいなやつを押します。そしてメニューの中からマイページを選択して、アカウント設定を選択し、電話番号認証の登録変更を押します。
そして、認証したい電話番号を、入力する。そしたら画面に表示されている文字を入力し、送信ボタン、あーこれよくあるやつだね。4桁の認証コードを入力して、に、あー、認証コード、ご利用の携帯端末へ送信されたショートメッセージ内の認証コードを確認する。ショールームの SMS 認証で調べたら出てきます、やり方。 SMS 認証が完了したアカウントは配信ルーム内にてアバターをタップした際、認証済みバッジが表示されます。だって、あー、このバッジ見たことある。なので、SMS 認証をお願いいたします。すごい。あ、そのマークだったんだ、これって。なアバターさ、タップした時にさ、この左に出てくるやつ、なんかね、気になってはいたんですよ。これ何のやつなんだろうって思って。10カウントのお願いを紙に貼る。ああ、なるほどね。確かに。なんか結構イベントしてるルームって壁にいろいろ貼ってるイメージある。SMS、 え、初めて知ったの？なんかマークがつくらしいですね。配信時間を、あ、そう、確かにこんな後ろに配信時間とか貼ってるよね。やってない俺。え、やってよ。あ、本当だ、やってない。ちょっとちょっとなんかチェックできるんだね、これ皆さんのさ、アバタータップしたら、でなんかめっちゃ見ちゃうかも。タイムテーブル監視。え、なんかね、たまにねちょっとね、見たりしちゃいますね。見たりしちゃう、アバタータップして。そう、なんか例えば初見で見に来てくれた方とかのアバターとかは結構見ちゃうかも。監視ってわけじゃないんですけどね、別に監視じゃなくて、なんか普通に単純になんか気になるから。
できないの？エラー。サポート、窓口へお問い合わせ中。なんでできないんだろう。 SMS 認証メッセージ、これってメッセージのやつなんですか？ショートメールだか、あ、そっか、見られてる。いや、そんな頻繁には見てないですよ。そんな頻繁には見てないけど、なんかちょっと見るときあります。大吾さん、はじめましてって言ってちょっとピュッてやったりとか。ありがとうございます。こんばんは。見るな、見るんだって、いいじゃない。いいじゃない。あの、私だけの秘密にしておくんで。逆に誰に言うんだって感じですけど、私だけの秘密だから別にいいじゃないですか。誰に言うわけでもないしね。こんばんは。なんか時間経つの早いですね。今日めちゃめちゃ今日なんか本当に皆さんにいっぱい聞いちゃって本当にすいません。できたら寝る前に。そうだね、なんかもうあれだもんね、7時からだから。あ、でもそっか、もう星を満タンにできるのか。こちらも勉強になりました。本当ですか、一緒に勉強できたの。でもさ、なんか本当に説明するのがめちゃめちゃ下手くそ、説明するってか、あの まずもう国語力がないんで、あの話すのがめちゃめちゃ下手くそなんですよ。これは本当にあの私のあの本当に致命的なところ。まあ致命的なところはまあたくさんありますけど、でもね、あの私本当に説明が下手くそで、説明不足なとこめちゃめちゃあるから、ちょっとあのイライラする方とかもいるかもしれないんですけど、すいません、本当に。あの本当にね、私ね、あのね、説明力がないんですよ本当に。あの本当にこれ小学校の頃から本当にそう、国語のテストのあの何文章書くのとかめちゃめちゃ苦手だったし、あの算数とか数学とか、まあ、普通にその数学系苦手っていうのもあるけど、あの説明文になると全然解けないっていう、てか説明文がめっちゃ苦手でした。
勉強になりました、ありがとうございます。ああ、もうちょっと本当にありがとうございます。逆になんか、国語をどう勉強していいかわからなかった国語、国語ってでもさ、あれなんか確かに国語得意な人ってめちゃめちゃ得意だよね。あれ本当にいい、すごいなって、羨ましいなって思ってました。なんかね、あれ何話そうとしたっけ。あ、そう、国語めっちゃ得意な人ってでもなんかすごいちょっと変わっ、なんか変わってるっていうか、なんか変わってるっていうなんかちょっと言い方違うけど、なんかすごい なんて言うんだろう、個性すごい、なんて言うんだろう、ちょっと独特な雰囲気ないですか？国語得意な人って何なんだろう、私のイメージですけど。なんかちょっと自分の文学者的な、なんか言うんだろう、すごい独特な雰囲気とか、その人のから溢れ出る何かがを感じます。なんだろう、なんかサーヤンとか国語なんか多分得意だよね。なんかサーヤンもなんかすごい独特な感じのなんか何かを感じるっていうか、なんか分かりますかね、分かるかな。すごいなんか不思議な力というか、オーラというかがを感じます。何を言ってるんだろうっていう感じですよね。何を言ってるんだ。でもそう思う。独特な雰囲気ありません？なんか そろそろランキング読もう。13位、りょうたさん、ありがとうございます。12位、ともかずさん、ありがとうございます。11位、キッチンさん、ありがとうございます。10位、渋谷の団長さん、ありがとうございます。9位、猫パンチさん、ありがとうございます。8位、のんさん、ありがとうございます。7位、まことくん、ありがとうございます。6位、やどくん、ありがとうございます。5位、ラブリー48さん、ありがとうございます。4位、たなべっちさん、ありがとうございます。3位、まるともっちゃん、ありがとうございます。2位、サージカルさん、ありがとうございます。1位はまきまきさん、ありがとう。イエーイ。今回とはなかったかな。ギフトもありがとうございます皆さん。
構明日最初は7時ですね。明日の一番最初の配信は7時です。すいません、本当になんかイベント初めてでわからないことだらけなんですけれども、ちょっと慣れていけたらいいな、この期間で。では皆様ありがとうございました。もうすぐ多分これ勝手に切れるから、ありがとう。おやすみ。なんか3時間多分見てくれた方もいるよね、ぶっ続けで。ありがとうございました、お付き合いいただいて。また明日からも頑張りましょう、一緒に頑張ろう。バイバーイ。